衆議院議員の秋元雅俊容疑者が風力発電会社の前社長から賄賂を受け取った疑いで逮捕されたことを受け宮下知事が前代未聞で論外と述べました秋元容疑者は六つ腕での事業に参入を目指していた日本風力開発の塚脇前社長側からおよそ6000万円の賄賂を受け取った疑いが持たれています 洋上風力発電事業をめぐる国会質問をするよう依頼を受けその謝礼の趣旨だった疑いが強まり受託収賄容疑での逮捕となりましたこれを受けて先ほど宮下知事が取材に応じ次のように述べました仮にこれが事実だとすれば、えーまあ、前代未聞でありますし、まあ、論外であろうというふうに私は思っています 本県が舞台になっているということですのでそのことも非常にこう残念に思っています。